海と日本プロジェクト。皆さんは魚さばけますか？魚をさばくことへの喜びを知ってもらおうと行われたのが海と日本プロジェクトさばける塾です。自分でやっぱ包丁を持っておろしてみるっていうのが一番じゃないですか。ちゃんとさばいてちゃんとした処理すれば美味しい料理をできるっていうのが楽しみなんじゃないですか。今回挑戦するのはサンマ、アジ、イワシの3種類のメニュー。一体どんな料理ができるのかな。ですね、より簡単に上手にさばけるようになって子供に美味しい料理を作ってあげたいです。魚をおろすときっていうのは必ず私たちはこう頭、尻尾、こっちの背って覚えておいて。このエラの右側から入れてここを引っ掛けて手前に倒す感じ。ちょっと難しいけど綺麗にできたらいいなと思ってます。盛り付けをしてサンマ丼、アジの香り揚げ、イワシのつみれ沢煮仕立て3品の完成です。こういう機会もっといっぱいあると魚も美味しいのでみんな食べてくれるようになるんじゃないかななんて思いました。鮮度いい魚をいかに料理して美味しく食べさせるっていうのが最初出会って子どもたちがああこれ美味しかったって言うとずっと一生、離れないと思うんだよね魚。魚をさばくのが苦手という皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。今よりもっと魚を好きになりますよ。海と日本。